やあ、僕はグリーンザールズ。すっかり春の陽気だね。こんにちは、ザールスくん。富吉さん、こんにちは。今日は日向夏を使った酢豚を作るよ。日向夏を使うんだけど、合わせ調味料に使う日向夏の絞り汁の代わりにこれ、三栄のジュース、日向夏 100% を使うよ。それでは日向夏酢豚2人分の材料です。日向夏2個、豚肩ロース 150g、 椎茸4枚、ピーマン2個、玉ねぎ1/2 個、塩コショウ適量、片栗粉適量、ごま油大さじ2、揚げ油適量。三栄日向夏 100% 1/2 パック、醤油大さじ2です。豚肉は一口大に切って、塩コショウをし、片栗粉をまぶして揚げます。ピーマンと玉ねぎは3センチ角に切り、椎茸は4等分に切ります。日向夏は皮を剥いて一口大に切ります。この日向夏の皮は捨てずにマーマレードにしても美味しいんだよ。フライパンを熱してごま油をひいたら、野菜と日向夏を強火で2分ほど炒めます。三栄日向夏 100% と醤油で合わせ調味料を作ります。三栄日向夏 100% は果汁 100% だから、日向夏ならではの甘さと酸味を味わえるんだ。揚げた豚肉を加え、合わせ調味料を回しかけ、1分ほどとろみがつくまで煮たら出来上がりです。ザウルスくん、食べてごらん。いただきます。ガブ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 、うーん、おいしい。意外と合うんだね。ほんのり甘さのある白い皮と爽やかな酸味のある果肉が酢豚の美味しさを引き立てるんだよ。美味しい宮崎の日向夏、みんな食べてね。